はい、皆さんこんにちは、ワンダリガルビージーです。では今回はスプリームルーラー2020続きをプレイしていきたいと思います。前々回あたりからですね、まあ強固な経済基盤を築こうということんで、中国を目標に国庫のね、まあ再建というところと、あと合わせて戦力の増強、軍事面の強化も合わせて行っていっているという状況です。今回はその続きになります。早速じゃあ時間を進めていきましょう。まずはいつもこれこの画面ばっかり見てますが、経済の状況ですね。石油のマイナスはどうにもならないので、他でプラスにしていくっていうね、政策です。で、電力の方は続々とこの後施設が立っていくはずではあるので、それ待ちですかね。本当にね、韓国とロシアと中国、まあ、特に驚くべきが韓国なんですけど、この両大国を相手にずっと戦争状態を継続できてるっていうのはすごいですよね。まあ、ロシアは経済はそんなでもないんですけど、中国はね、桁が違いますからね、経済力。そんな中国相手に全く引けを取らない戦いをしている韓国。まあ、我々としては、まあそのね、大陸で戦争が起きている間にどん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 研究を先に進めて自力を上げていきたいなというところですよね。で、生産しているものに関して言うと、もうミサイル系を中心に生産してますよね。ここの生産は変わらずです。ミサイル系中心に生産。産業物資もプラス1000になってきたね。産業物資はさらに作っていきましょう。で、この後は軍事物資をもっともっとね、増やしていきたいですね。こうなってくると、消費物資はどかすか作り、産業物資もどかすか作り、この後軍事物資も成長産業につなげていきましょう。まあ、中国のね、恐るべき経済力、これになんとか対抗するためにも最低でもね、10万っていう数値を目指していきたいですね。まあ、だいぶね、数は作られてきているんじゃないかなとは思うので、ミサイルに関してはね。この後は、まあ、空母を作ったりするのもいいかなと思ってたんですけど、結局多目的戦闘機、これをね、数作っていくのが一番手っ取り早いかなと思ってます。その大遠征を仕掛けて、例えばフィリピンを襲うとかそういうことであれば、確かに空母に戦闘機を乗せて、海洋進出を果たす必要があると思うんですけど、今だと少なくても平壌、ここに軍事拠点を持っているので、ここに戦闘機を配備すれば、まあ、空母はいらないんですよね。まあ、そのため戦闘機とミサイル中心に作っていきます。いや、本当に韓国軍強いよな。これ国庫はボロボロのはずなんですけどね。これどうなんでしょうね、監視衛星の数もうちょっと増やして、この国境付近に展開している中国軍の数を見極めておきたいなという気もするんですけど、中国軍の方が軍事力的にはちょっと少ないのかもしれないですね、展開できている兵。
電力をもうちょっとなんとかテコ入れしていってあげたいよな。この電力のマイナス800って結構痛い数字なんで、この電力のマイナス800がなければもうちょっとね全体的に、プラスになる部分が多くなるんじゃないかなっていう思いがあるんで、まあ、なんとかねこの石油、さらには石炭ももう作れるところないんだよね。石炭のマイナス13、鉱石のマイナス31、この辺りはねまあ言っても誤差の範囲、ウランももう取れるところないので、やっぱり電力のマイナス600、800、この辺りを、まあ減らして、で消費、産業、軍需の各分野で利益を荒稼ぎするしかないかな。で10万ぐらいのお金が貯まったら先端をね開いていきましょう。アメリカが本当に戦争になった時に助けてくれるかっていうのが少し不安なんだよな。今実際問題韓国が戦争状態に入ってますけど、韓国とアメリカの関係を見た時にどうなんでしょうね。韓国軍に対してアメリカ軍が支援をしていないというのがだいぶ気になりますね。これを見ておくと、韓国の同盟国にユナイテッドステイツ、つまりアメリカが入ってますけど、アメリカがあるいはその他の同盟国が助けに入るっていう状況ではないので、完全に傍観者になってますよね。これでミサイル技術がもうあと1ヶ月強で1個前進するわけだな。いやこれ本当アメリカ軍がね参戦してくれるのかどうかによるんですよね。日本軍が積極的な交渉に入るかどうか。
アメリカとの現在の協定はご覧の通り、赤になっているものがすでに協定締結済みのものになるんですが、これを見ておくと、まず相互防衛条約入っているんですけどね、これ韓国とアメリカとの間に同じ相互防衛条約が入っているのかどうか、これ知りたいんだよな。同盟を結んでいてもこの相互防衛条約が入っていないっていうケースがあるんですよ。実際にそういう選択肢もあるので、もしその場合であれば、今韓国と中国が戦争してますけど、そこにアメリカ軍が介入してこない、韓国を防衛しに来ないっていうのは納得ができるんですけど、もしこれ相互防衛条約が入っているのにアメリカ軍が来ないとなると、アメリカ軍が当てにならないっていうことの立証になるので、そんな中ね、中国軍と戦う気はちょっとしないんだよな。そこの見極めをしてからでも遅くはないのかなという気はしますよね。まあ、じわりじわりと本当に韓国地味に領土広げてるからな。もう基本的には一進一退と言っていいと思うんですが、まあ、日本はでもこうやって見ると同盟国本当に多いよな。そうなると今後の展開としては、いわゆる大国相手には相互防衛条約を入れていく、相互防衛入ってるね。オーストラリアは入ってますと。カナダは？カナダも相互防衛入ってます。こんな形で大国相手には相互防衛まで含んだ形での外交関係を結んでいきましょう。ああ、何、逆にフランスとは正式同盟は結んでないの？ちょっと待ってね、こう確認しよう。現存協定がこれでしょ。で、結べるのがミサイル防衛条約、これ入れよう。ミサイル防衛で、ジャーマニーは、ジャーマリーもミサイル防衛入れとこう。アメリカとはどうなってる？ミサイル防衛入ってるのかな？ちょっとそのあたり入ってるね。アメリカとはミサイル防衛入ってます。アルゼンチンからですね。これはお金が入るのでやっていきましょう。ヨーロッパで言うと、あとは大国で言うとスペインとか置いといて、イギリスだな。イギリスはミサイル防衛を入れよう。で、問題はアジアだ。アジア、韓国とは今相互防衛結びたくないので、韓国はスルーしてインドだな。インドとはミサイル防衛を新たに条項に入れましょう。んで、大好きなタイ、よし、ここである程度の国とは、すっかり忘れてましたけど、相互防衛の条約は入っているのを確認できました。なので、理論上は中国と戦争になれば助けてくれるはずですね。で、韓国とは相互防衛を入れない、すでに戦争状態ですからね。
まあ本当にお隣さんですけど、対岸の火事っていう感じで見てますけど、どうするかな。ミサイル工場が新たに1機稼働だな。お、見たことない国旗だな。これどこだろう。クウェートかな。産業物資に対してお金がもらえるんだったら、まあ、いいでしょうと。基本的にお金大事ですからね。今、5万5700メガダラーまで来ました。で、GDP も3万3000ですね。これも、まあ、3万5000ぐらいまで、アメリカと同じレベルぐらいまでは持っていきたい。消費物資の国内消費の数がちょっと増えてきてるので、これを賄いつつ、かつ確実に輸出するために少し工場を増強していきましょう。産業物資も同じです。で、軍事物資だよね。軍事物資がちょっと思うように伸びてないので、まあ、工場がドカドカドカッと完成した時にどういう数字が出るかというのはもちろんあるんですが、現状まだね、一気に軍事工場が稼働したっていう状況ではないので、もう少し推移を見守りましょう。まあ、全体的には目論見通りの展開にはなってきているものの、物のお金の増え方が少し穏やかすぎるんだよな。ミサイルが入ってくるんだったらミサイルは買いたいので、ミサイルをゲットしていきましょう。まあ、ミサイルはね、消耗品なので撃ったら終わりってことを考えると、あればあるだけ越したことはないと。あとはお金をいかに増やすかだな。画面の左上、まあ、上の方って言った方が分かりやすいですかね。今5万5405って出てるこのお金の数値をもうちょっとね、倍ぐらいまで増やしていきたいなっていうところなんですよね。では、ちょっと今回時間は短いんですが、やることは全部やりましたので、しばらくはね、こんな感じのプレイが続いてしまうかなと思うので、次回以降はですね、もうちょっと、研究のところですね、しっかり見ていきながら、優先的に何を研究していくか、あるいはどんな研究項目があるのかっていうのもね、見ていて楽しい部分にはなりますので、そのあたりを中心に見ながら、のんびりプレイを引き続きやっていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の
収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。